アイドル、とっても楽しかったです。私にとってアイドルは心からの転職でした。皆さんに出会えて心から幸せです。今まで本当に本当にありがとうございました。もうちょっとだなって感じです。今はもうこれで京子さんとパフォーマンスすることがないんだなっていう気持ちが込み上げてきて、下を向いてばっかりはいられないみたいな、京子さんを送り出せたので悔いはないです。日向坂にとってこう節目というか5周年なので、私たち日向坂は横浜スタジアムに帰ってきた。3日連続ライブっていうのが本当に武道館以来、やっぱこの5回目で新しいものを見せたいなっていうふうに思ってます。でもどの木よりも追い込まれてる4期今のクオリティのままだと本当に去年から何も成長していない。まあ、精一杯頑張るしかないんで、私はここにいれるような人じゃないのになって、ちょっと後ろめたさを感じちゃいますね。まだずっと一緒に1期生やっていくって思ってたけど、卒業していくよなって。本当にギリギリまで最善を尽くして、今までで一番の最高のライブだったんじゃないかって思っていただけるぐらいのライブになれたらなっていうふうに思います。日向坂の未来を見せられるライブになったらなと思います。チャンネル続けることが一人じゃない仲間と取り組んで、日向坂46今は4期生とかも先輩たちと一緒に過ごしていく時間っていうのがどんどん増えてきたおかげで、よりこうチーム一丸となって頑張れる機会っていうのがすごく増えてきたので、自分だけじゃないってとにかく思うようにしてて、みんなで背負っていくぞって気持ちで